ではありません、こういうかです、つれづれなるままにカニと戯れるカニ土屋まさみです。今日はちょっと僕はなんと上がってしまっているんです、ね、上がってしまってますか。とっても、大好きでとっても大切な友達でもあるし、はい、僕が、最も尊敬するミュージシャンと言っていいと思う。すごい、わ、上がっちゃったどうしよう。じゃあ3が上がっております。尊敬してるミュージシャンです。今日スタジオに来てくれました、はい、デビッド・シルビアン。ちゃんちゃん、あ、入れるかな。どうぞ。こんばんは、デビッド・シルビアンです。もう日本語がうまいですね、うん、あ、もうね、2年近く会ってなかったのね。ね、うん、それ前まではね、もうほんとしょっちゅう一緒に仕事したり、うん、ご飯を食べたりとか、ええ、なんかね、とってもプライベートでもとても仲のいいお友達で、うん、なんかこうジーンとくるものがありますね。あ、いいですね、はい、じゃあ今日はジーンとした感じで、いや、明るくいってみたいと思うんですがとにかく今日は目いっぱいデビッド・シルビアンで行ってみたいと思います、はい、それでは行ってみましょうか。はい、 TOKIO ロック TV。この番組は銀座ジュワイオクチュール巻きとご覧のスポンサーの提供でお送りします。改めましてご紹介させていただきます。デイビッド・シルビアンです。もう今更元ジャパンとかという必要ないと思うんですけど、はい、まあ変な質問なんですけど、なんで今回来たのかという目的。What is your purpose for your visit to Japan?Mainly just promotion for the album Gone to Earth. 分かっていたんですけど、分かっていたんですけれども、聞いてみただけ。Gone to Earth というアルバムのプロモーションのために来日したそうなんですよね。はい、それで彼はですね、ロック TV の人気投票で前以前にもやったんですけれども、2位だったんですよね。あ、そうね、すごく人気、すごく人気が高い方で、皆さんこれからいっぱいどんどん聞き出していきますので楽しみにしていてください。そうですね。はい、やっぱり日本だけじゃなくて世界的に彼くらいなんて言うんだろう、こうすごい地味っていうのかな、うん、すごい静かに活動しててね、うん、でみんなが常に注目している、特にアーティストが注目するアーティストだと思うし、うん、もちろんアーティストだけじゃなくて音楽好きなファンの人もいつも注目してる人って、うん、彼以外にちょっといないんじゃないかな、はい、音楽の話に行く前に少し今回のアルバムを出す前にね、ポラロイドでこう構成した写真集とか、はい、あと彼の自分のドキュメントのビデオなんかの活動が長かったんだけど、そのことに対してなんていうんだろう、まあ、もちろん音楽が嫌いになったからっていうんじゃないだろうけど、うん、なぜそういう方向に。 Well, the past 2 years I've really been doing just the music. It was only at the end of 82 after Japan split up that I started the drawing and the painting and the Polaroids came out of that period. And the video also came out of a period when I wasn't working. So it was really only while I wasn't writing. For the past 2 years I've been recording and writing continuously. So music is really the most important thing.本当はとても音楽が一番大事なんですけれども、2年前まではずっと1982年ぐらいまではずっと音楽をやってたんですけれども、ここ2年ぐらいでいろいろ絵を描いたりポラロイドを撮ったりしてるんですけれども、やっぱり一番大事なのは音楽ということは一応彼もそう言ってるんですよね。うん、そうね、やっぱりいろんなものを真剣に、音楽以外のものにね、うん、一回ちょっとのめり込むことでまた音楽がすごく新鮮に感じられたり、こう自分にとってどれだけ大切なものかっていうのをね、うん、もう一回実感として味わうことができるから、すごく、うん、僕もやっぱり絵描いたりね、写真撮ったりはするんだけど、アーティストにとってすごく大事なことだと思います。Like, you know, moving into something different. And when you come back, it's sort of refreshing to do music again. It is. Working with the Polaroids gave me a kind of naive feeling of doing something quite new. And it was refreshing to go back to the music with the same kind of attitude, remembering what it was like to first write songs when I was very young, you know, kind of feeling.
あの最初ポラロイドの写真を撮り始めた時もとてもなんかナイーブな気持ちになれた。新しいものを始めて何か新鮮なものを感じて、それでまた音楽を書き始めた時にはこの新しい実感っていうか、今まで彼が初めて音楽を書いたような気持ちになった爽やかな感じをまた味わえたということを言ってるんですよ、うん、一緒にね、いろいろやってる頃もしょっちゅうね、彼はこういつもポラロイド持ってね、撮ってて、僕も随分あのモデルにされました着物なんか着たりしてね撮られたりとかで、あのすごいもう懐かしいビデオになってしまったんですけど、はい、僕がジャパンに参加してあのやったライブのビデオがあるんで、はい、そこから一曲行ってみたいと思うんですが、今ちょうどポラロイドのお話になったんで、はい、ジェントルマンテイクポラロイドっていう曲を、はい、見てみたいと思うんですが、はい、いかがなもんでしょうか。ぜひ見させていただきたいと思います。はい、The first video to start us out, Gentlemen Take a Polaroid by Japan. When you started becoming interested in pictures? While recording Brilliant Trees, you mean? Yes, like the red guitar and during the time. Yes, just before that period, really. Just before that. ちょっと前ぐらいかな。これをあのレッドギターとかこのブリリアントツリーズのアルバムのちょっと前ぐらいからあの写真に興味を持ち始めた。Really, I mean, it was really the pictures really came out of a period when I wasn't writing. It was in a way to kill the frustration of not writing. I turned to other areas. あの音楽を書くのにちょっとストレスが溜まって、それでそれをなんていうのかしら、それを解消するために写真を撮り始めた。I continued taking the pictures after I finished Brilliant Trees, but only for a short period of time. あのこの Brilliant Trees のアルバム録音後にもずっと写真を撮ってたんですけれども、まあどっちかというと短い時間の間でずっと撮り続けていた。じゃあそのレッドギターのビデオを見てみましょうか。はい。From the first solo debut album, here's Red Guitar by David Sylvian. 今回彼の目的でもあります、はい、その新しいアルバムのプロモーションに、まあ、今回来たわけなんですが、この Gone to Earth という、これはもうはっきり言って問題作ですね。問題作です。あのすごいやっぱり精神的レベルが、高い状態で、作ったアルバムだと思われるし、聴く方も心して聴いてほしいなという、僕は個人的にそう思ってますし、あとそのボーカルの入っているアルバム1枚と、はい、あのちょっと遅れちゃったんですけど、はい、2枚組なんですね、はい、そのなんと、そうですね、で1枚はあのインストロメンタル楽器だけのアルバムになってるんですけど、あのそういうふうにはっきり分けてしまった理由というのをちょっと聞いてみたいなと。Why you separated the instrumentals? I think there's a continuity which runs out through the both of the albums, but the two albums should be listened to quite differently. I think the vocal album can be listened to quite intensely, but the instrumental album is more a kind of environmental form of music, a kind of ambient music. あのインストゥルメンタルの音楽はですね、もっと自然になんか BGM として流して聴いてほしい、そしてボーカルの方はもっと集中して聴いてほしいと彼は言ってるので、こう分けてあの LP にこうやって分けてやったんですって。 But not really background music. It's different from background music. I think environmental music is very different from BGM music. BGM music creates a kind of full sense of security, whereas I think environmental music or ambient music creates a kind of harmony with your surroundings, which I think is quite different. 私先ほどですね、あの BGM として聴いてほしいと言ったんですけれども、怒られちゃいまして、あのBGM としては聴かないでほしいと。あのBGM というのはですね、あのもっとなんていうのかしら、あの自然を周りを周りの雰囲気を作る音楽であって、彼のこのエンバイロメントミュージックっていうのはこのハーモニーとして一緒となって聴いてほしい、と言ってるんですよ。で、ね、違いを分かってください。その辺がどっから来てるかという謎がですね、はい、ちょっと難しい話になっちゃうんですけど、はい、数曲のイントロにJG ベネットという、はい、ある意味では哲学者と言っていいんですけど、はい、彼のスピーチがこう入ってるんですよね。In Field of Songs that you've put, J.
J.G. ベネット。で、その J.G. ベネットという人がどういう人かというと、この人のお師匠さんが、はい、グルジェフというロシア、まあ、ソ連 の、 あの大思想家というか、まあ、真理の探求者というか、で僕も今すごく興味を持ってて、で不思議なのはいつもなんか興味を持ってることがデビッドと似てるのね。でもまさかグルジェフとかそんな興味ないだろうなと思っていて、彼の新しいアルバムが出てそのジャケット開いたら、そのお弟子さんの J.G. ベネットの名前と、それから聞いたら彼の声が出てきて、びっくり。He's also interested in Grishev, and he was sort of surprised to find the coincidence that, you know, what he interests in is sort of what you're interested yes, in also. Yes. I think that both Nasami and myself have been interested in a kind of spiritual awareness of ourselves, and we've been searching in our own way for some years, and so it's not really that surprising that we've come across Gurdjieff at the same time. 彼はですね、そんなあの土屋さんはとこう同じことに興味を持ったっていうことで驚いたって土屋さんは言ったんですけれども、彼はやっぱりあの昔からですね、本当にその土屋さんと彼と探しているものは実はとても似たもので同じようなものだったから、結局同じ時点にこうやってグルチェフに来たっていうことは別におかしくない、びっくりすることではないと言ってるんですね。伊藤の元に切って落とされましたね、はい、本当に僕はすごいアルバムだと思うんですよね、はい、その中から一曲ビデオを見てみたいと思うんですが、はい、From the new album Fresh and New Gone to Earth Here Silver Moon by David Sylvian。ロック TV のイラストでおなじみのロコさんが、10月24日にライブペインティングを行います。場所は駒沢公園中央広場、皆さんお時間がありましたらぜひ遊びに行ってくださいね、はい、そしてあのロック TV から素敵なプレゼントがあります。Thank you very much. 喜んでいただきました。